松井秀喜。ゴジラの愛称で親しまれた平成を代表する日本球界屈指のスラッガーです。星稜高校からドラフト1位で巨人に入団。在籍10年間で首位打者1回、本塁打を3回、打点を3回、最優秀選手3回、ベストナイン8回、ゴールデングラブ賞3回と数々のタイトルを獲得し、チームのリーグ優勝4回、日本一3回に貢献。2003年にはヤンキースに移籍し、2009年にはワールドシリーズで MVP を受賞。日米通算で507本塁打を記録し、チームの主軸として活躍し続けました。しかしそんな松井が現役時代に日本人選手で唯一勝てないと感じた選手がいました。その人物とは、現役時代に3度の三冠王を達成した落合博満氏でした。 10.8 決戦。1994年10月8日、プロ野球史上初、最終戦の時点で勝率が同率同士の直接対決、まさに死闘が行われました。巨人1年目の落合の成績は15本塁打、68打点、打率2割8分。高卒2年目の松井の成績は20本塁打、66打点、打率2割9分4厘。成績の上では松井は落合に引けを取りませんでした。むしろ落合に関しては全盛期の数字と比べれば間違いなく物足りないものでした。しかしそんな落合に長嶋監督が託した役割は4番打者でした。そして松井はこの 10.8 決戦においての落合のプレーに、自分は落合さんに勝てないと悟ったのでした。千日計画。1992年オフ、巨人の新監督に長嶋茂雄就任が決定しました。長嶋の初仕事はドラフト会議で松井を4球団競合の末に見事にくじ引きを引き当てて交渉権を獲得したことでした。実はこの年のドラフト会議で、巨人のフロント陣が1位指名に推していたのは社会人ナンバーワンと評価されていた伊藤智仁投手でした。しかし長嶋の強い希望により松井を1位指名に変更したのです。松井の背番号は55。巨人の先輩で同じ左打者の王貞治氏が長く持っていたシーズン本塁打のプロ野球記録と同じ数字でした。長嶋はこの若き左の強打者にかつての盟友の面影を見ていたのかもしれません。最高の4番打者を育てる。長嶋は自身の夢とファンのロマンを実現させていくかのように、松井と二人三脚で一流打者への道を歩んでいくことになります。長嶋が打ち出したのが4番千日計画。長い時間をかけて巨人軍の真の4番打者として松井を育て上げるプランです。長嶋は自宅やホテルに何度も何度も呼び出してはマンツーマンでスイングをチェックしました。こだわったのはフォームではなくトップスピードの音。長嶋が求める音がするまで松井にひたすら素振りを続けさせました。当時は今のように簡単にオンラインでやり取りができる時代ではないので、電話越しにスイングの音を聞いてもらい、松井はアドバイスを受け、2人は素振りにより会話をしていたのでした。松井はルーキーイヤーでセリーグ高卒新人記録となる11本塁打を記録。そしてオフに運命的な出会いを迎えることになりました。中日の落合が導入されたばかりの FA 制度を使って巨人へ移籍してきたのです。長嶋が落合の打撃技術と実績に惚れ込み、4番としてチームを牽引する立場での入団でした。お前のバッティング小学生以下だな。松井が長嶋について本当に厳しい人で褒められたことはない、でも人生の中で最も影響のある大きな存在だった、長嶋監督との時間がなければ全く違った野球人生だったと語るように、松井にとって長嶋は野球を超えた人生の師匠とも呼べる存在でした。その長嶋とは別に、実は松井にはもう一人影の師とも言える存在がいました。それが落合でした。
東京ドームで行われた試合の後、他の選手はシャワーを浴びてさっさと帰る中、松井と落合はのんびりとお風呂に入って疲れを取ってから帰宅するというのが日課でした。落合は松井に、お前のバッティング小学生以下だなと言い、打撃理論をよく松井に話していたといいます。当時は落合さんの言っていることの半分も理解できていなかったと松井は振り返り、そして落合は、まあそのうちにわかるからと最後は笑って湯船から上がっていくというのが常だったようです。松井はその後、自分でもいろんなことを経験して自分なりにバッティングというものを考えていった時、そういえば落合さんが言っていたなということがよくあったんです。あの当時の僕はまだガキだったから落合さんの言っていることが難しすぎた。言葉の意味を半分も理解していないところもあった。でもあの時に聞いた話は今思うとすごく理にかなったものでしたと後に語っています。さらにジャイアンツに来た頃の落合さんはもう晩年で、三冠王を3度取った時ほどの成績ではなかったですけど、でもあれだけの経験をしたバッターに直接教えていただいたっていうのは貴重な経験でした。影響を受けた選手という意味では落合さんだけですねと当時を振り返っています。このように落合は常々松井のことを気にしていました。巨人でチームメイトだった元木大輔氏は2018年にテレビ出演した際に落合について、ボソッという野球感がすごかったと言い、ベンチで隣になった時によく落合が囁いていたことを回想。そして松井も隣で聞いているんです、実は松井に言っていたんですと落合が自身を飛ばして松井が聞こえるようにつぶやいていたことを明かしています。落合はなぜそこまで松井に対してアドバイスを送り続けたのでしょうか。長嶋は1995年のインタビューで FA についてこう話しています。あくまで私のテーマは勝利と育成という、監督にとって対極的ともいえる日本柱があるわけでしょ。 FA はその時々の強力な選手を引っ張ってくること自体が目的ではなく、自前の選手を育てる時間稼ぎ、そう考えてもらえば結構ですね。長嶋にとって落合を FA で獲得したのは優勝を勝ち取るためでもあり、松井の育成も兼ねていたのでしょう。実際に長嶋は時折落合に松井を見てやってくれと頼んでおり、松井は何度か落合の自宅まで行って素振りを見てもらったこともありました。落合にとって長嶋という人物は唯一無二のスーパースターであり、憧れであったことは有名な話です。しかし落合が松井の面倒を見たのは長嶋の頼みだからだけではないでしょう。長嶋同様、落合も松井の並外れたパワーに夢を見ていたのかもしれません。だからこそ落合は松井の決定的な弱点を若いうちに克服できるよう指摘し続けていったのかもしれません。作られた左打者。松井はもともと右打ちでしたが、小学生の時にあまりにも打球を飛ばすために野球仲間であった兄とその友人が松井を打てなくする目的で、松井が尊敬する掛布正幸選手と同じ左で打つように勧められ、左打ちに変更した経緯がありました。落合は松井のような作られた左バッターの欠点が、右手が強すぎてどうしても右手でバットを引っ張ろうとするという持論を持っています。しかも松井は打者として不器用型の部類です。同じ右利きの左打者だった高橋由伸氏が現役時代に、僕が松井さんより唯一優れている部分があるとすれば左方向への打球ですかねと語っています。落合は松井に、お前は逆方向にボールを打つときに右の脇が開くんだよ、インハイをなんとかできるようにしろ、インハイがバッターにとって一番時間のないところだから、そこをなんとかできれば他はどうにでもなると言い続けました。そのことは松井も十分に自覚していましたが、結果的にはその悪癖を完全に矯正することはできず、松井がメジャーへ行っても解消できなかった欠点でもありました。松井がメジャーリーグで175本打ったホームランのほとんどが右方向であり、左方向はほとんどありませんでした。落合の驚くべき水眼を証明するエピソードと言えるでしょう。松井自身もそのことを自覚しており、
弱点をキャリアの中で克服できなかったことを認めています。しかし松井が落合に対して叶わないと思ったのはそれだけではありません。4番の背中。1994年シーズン開幕戦で2年目の3番松井と40歳の4番落合がアベックアーチを放つスタートを切った巨人は、6月28日には2位中日に10ゲーム差をつけて独走状態に入っていました。しかし7月以降調子を落とし、徐々にゲーム差が縮まっていくと、8月から9月にかけて8連敗を喫し、10月8日日本プロ野球史上初の最終戦同率首位優勝決定戦、中日対巨人が名古屋球場で行われることになります。松井は3番として、落合は4番として試合に出場。ものすごく張り詰めた空気だった。練習中から誰も言葉を発しなかったと松井が語っているように、松井は独特の雰囲気に飲まれ実力を発揮できません。一方の落合は、昔の戦国時代じゃないけど負けたら切腹する、そのくらいの覚悟と語り、引退を覚悟して試合に臨みました。落合は先制のホームランを打ってプレッシャーを感じさせない働きを見せます。落合のホームランの後に巨人が中日に同点に追いつかれる苦しい展開。3回に一塁ランナーがいるところで松井に打席が回ってきます。そこで松井はシーズン初の送りバントを決めて次の塁へランナーを進めます。打席には4番落合。どうしても1点が欲しいところで、落合は見事にライト前にタイムリーヒットを放ち、再び中日からリードを奪います。この場面で本当に結果を出す落合に松井は凄みを感じます。そして松井はさらに落合に驚かされます。4回に1塁を守っている落合が相手打者のゴロを捕球の際に足を滑らせて負傷してしまいます。立ち上がることができず、スタッフにおんぶをされてベンチへと落合が下がり、立ち上がれないほどの怪我なので誰もが交代するだろうと思っていましたが、落合は負傷した足にテーピングを巻いて戻ってきたのでした。テーピングをガチガチに固めてしまっているため、普段通りに動かすことはできません。それでも優勝のかかった試合だからこそ、落合は戻ってきたのでした。その姿を見た巨人ナインが奮起しないはずはありませんでした。そして松井は落合さんには勝てないと実感。4番バッターというのは成績だけじゃないんです。チームのみんなは4番の背中を見ているんです。だから4番にふさわしい振る舞いをしないといけない、落合さんにあの試合でそれを教わりましたと後に語っています。その後松井は落合と世代交代を果たし、巨人不動の4番打者として活躍。2000年には全試合で4番打者を務め、いずれも自己最高の打率3割1分6厘、42本塁打、108打点を記録。シーズン全試合4番出場は巨人では1950年の川上哲治以来50年ぶりの記録でした。本塁打王、打点王、最高出塁率、シーズン MVP、 日本シリーズ MVP、 ゴールデングラブ賞を受賞し、巨人の日本一の立役者となりました。日本一達成の取材時にある記者から4番について問われると、自分の中で4番はやっぱり落合さん、あの人は4番らしかった、雰囲気を持っていた、自分の世界があった、チームが苦しい時に矢面に立っていた、いわば風よけ、それが信頼感にもつながったんですと語っています。最後までご覧いただきありがとうございました。今後もプロ野球の動画をどんどん出していきますので、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。